日。始まりました。キャバ嬢の本音を徹底調査、三遊亭麺の協会がざわっとする話、本日何回目ですかね、十何回目になりました。はい、私、新宿歌舞伎町ガールズバートナイト3のオーナーをやっております三遊亭麺と申します。本日もよろしくお願いします。であとね、必ず言うようにしてるんですけれども、ラーメン屋さんオープンしたく麺屋竹市で、ラーメン修行をしております。はい、麺屋竹市よろしくお願いします。そして私がラーメンを出店した際には皆さんラーメン食べに来てください、よろしくお願いします。はい、いつオープンするんですよね。そうそう、ずっと物件探してるんですけどなかなか見つからなくて、でね、いろんな不動産の方がね、探すよって言うんですけどね、もう絶対見つかんないですから、絶対ないです。特に歌舞伎町なんですけど、歌舞伎町がいいなって、できれば歌舞伎町で、じゃなかったら東新宿とか大久保あたりで探したいなと思ってるんですけどね、なかなかないので、何かありましたら、もしもほんとあちこちの不動産にね聞いてますけれども見つからないので、もしありましたらお願いします。何潰してそこでやりましょう。ゲル何何何で好きですから、私何大好き、やるやる詐欺で、そうめっちゃ言われるんですよ今。もうそうそう、鶏白湯ラーメンです。鶏白湯ラーメンでございます。でね、今一人しかいないんですけど、あ、私も画面見たけど、ちょっと酔っ払ってますね、すいません。すいません、飲み亭田中庵ってなってる、田中です、これ、飲み亭田中真理子です。なんで田中庵ってなってる、なんでだろう、私がなんか変なの送っちゃったかな、どうだろう。今ね、ゆいさんと真理子と下っていうか向かい側の春菜っていう居酒屋で飲んでて、で、ね、結構ね飲んでて、あとご飯も頼んでて、全然ね食べきれない状態だったから、先に私だけ出てきて、8時5分くらいまでには来てって言ってね出てきたんですけど、結構酔っ払っちゃいました。はい、でね、今日は、そうだ、ナミさんが出られなくなっちゃったんですけど、ドンフィンの白崎奈美さん出られなくなっちゃったんですけど、今日はね、奈美さんももし出てたとしても、ゆいさんもあとマリコも、私もなんですけど、みんなね、30オーバー、はい、で水商売10年選手、田中マリコも元ドンフィンでね、私もマリコとドンフィンの系列のレビューとお店で一緒だったんですけど、もともとすごく知ってるマリコやゆいさんとの、そしてね、歌舞伎町長いメンバーでの濃い話ができるんじゃないかなって思っておりますので、楽しみにしていてください。田中あ、そうですね、田中勘勘でドイツのキーパーで、あ、そうなんですか今日のメイさん可愛いじゃん、本当に嘘でしょ、誰すでにやっぱ赤いですよね。だからそう、拍手があって春菜に拍手が置いてあって、私拍手もめちゃめちゃ好きなんですけど、今ないんですよね、格安とかに、うち格安と契約してるんですけど、格安にないかな、もう全然発注できず、最近は熊本の米焼酎、木村ロックっていう米焼酎をただただひたすら飲んでるんですけれども、そう拍手がねもう本当に大好きなんですけど、もうね、なくてすごい辛いんですけど、今日その春菜にも会ったからね、嬉しくてぐいぐい飲んじゃいました、すみません。でさっきね、ゆいさんとかマリコに、私酔っ払ってる朝方がちょっと最強説あるんですよ、口悪かったりもするんですけど、だね、でめいちゃんもっと飲んでから出ようよって、土足あ、ごめん来ました、田中真理子と。あ、
じゃあね、あ、これもう一回ちょっと待ってうるせえうるせえこれいつもね協賛いただいております。さっきあれ画像送るの忘れちゃった。これはい、いつもありがとうございます。これさんありがとうございます。ルーツプロモーションさんありがとうございます。今日もねこれで乾杯したいと思います。で、ね、もう2人がもう到着しますので、田中来たのかだってさっきね、今トイレ待ち、トイレ待ち。あ、いいえ、じゃあマリコだけ先に。あ、私もトイレ行きたいんだよ。マジで一瞬だけ一瞬だけすいません。さっきね、なんか飲みて、田中んってなってた、うん、だからなんか、コメントで田中ん来たかとか言って田中んとか初めて呼ばれたどなたじゃなんかね、これ間違えて、多分、うん、なんか飲みて、田中んってこっちがそう書いてあって、あ、そうそうそう、この人がドイツのゴールキーパーですか田中んそうですそうです、マリコ、うんうん、マリコさっき春菜でなんか乾杯で、うん、ビールの生ショーを2人とも頼んで、ね、飲んだのになんか2杯目も生ショーで何なんだろうこの人って思った。はい、よいしょあ、どこでも大丈夫です。すごい、あ、こっちか。え、ちょっとじゃあ先にこれだけあげちゃっていい？なんか破裂しそう。すいません。あ、見れるのすごい。背景とちょっと被ってるんだよ。来ました。やばい。私の声がやばい。背景と被ってるけど大丈夫。大丈夫です。ますね、すごい。3人とも飲んできてますからね、すいませんね。これ入れます？ね、これ多分ね。あ、入れちゃいけない？最初はこれで。あ、入れていい、入れていい。私満タン。これさ。満タン？おっとおっとおっと。ちょっと待って、氷満タンでちょんくわっ。あ、座ってない。すいません。すいません。すごい。やば。よしよし。酔っ払ってこのまま出勤。いや、なんか、テリーはね、今日仕事しないらしいです。はい、今日しないです。みーちゃん、みーちゃんの店行きますね。意識低い、意識低い、だいぶ下がってる。乾杯だけし、それからマリコトイレ。あ、いいですか、トイレ行って。じゃあ乾杯だけしよう。乾杯、うん、乾杯、はい、乾杯サボり会やってみて。すごい、ほんとみんな可愛いよね。あ、サボるサボる、超サボる。仕事とか意味わかんない。すごい、本当こうやって見れるんだ。そうなんですよ、感動。え、じゃあトイレ行っててもらって、その間に先にゆいさん自己紹介してもらって、はいはい、あ、先生、マリコがねトイレ戻ってくるくらいまでのみっちりな、たっぷりな自己紹介をしていただいて。私、はい、私一応キャバ嬢です。一応キャバ嬢いやいやいや、ゴリゴリキャバ嬢じゃないですか。一応キャバ嬢かな。月に 3,4 回あ、今そうなんですか。あ、もうそれ嘘かな。でも週 1,2 とかですか。うん、それぐらい。まあなんかもう多分一生分稼いでますからね、ゆいさんは。もう早く死にたいすごいね。それ以外は何やってるの。いや、私ね、ほんと思います、売れっ子キャバ嬢の人とか。何やってるの。寝てる。あ、飲んでる。そうそう、一生、いや、ほんと一生分ね、稼いだ人だと思いますよ、美咲ゆいさん。今年35歳です。私とマリコが今年33になりますね。年下だもんね。そうですね。なんかちょっと上感あるよね。なんかこうね、だって可愛いですもん。いやで、私今回、いや、マリコもだし、ゆいさんもなんか昔の写真とか引っ張り出そうかなと思って2人のこと検索したんですよ。洗剤画じゃない、そうなすぎて洗剤画じゃない。昔のブログとか出てきて、うん、でなんか超ウケると思って、30歳のバースデーの時のブリッコって書いてある。あれはやばい。T シャツブリッコ。あ、本当に35なの。3535億。古い古い
リコさん、マリコさん自己紹介お願いします。元ドンフィンで今飲み手田中っていうお店をやってます。田中マリコと申します。はい、お願いします。あ、こっちがね、アベマなの。メイさん今日も見てますよ。誰だろう誰だろう。え、こっちがね、アベマで、こっちがニコ生のだからね、そっちもたまにコメント来るんです。へー、アベマ田中って、あの田中は関係ね、あのセリックスのかな。あ、すいません、あの可愛い田中ちゃんじゃないです。いやいやいや、マリコも可愛い可愛い言われてる。マリコは綺麗。あらす。あ、北川景子。北川景子。北川景子、歌舞伎町の北川景子。はあ、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 メイさん可愛いよ。はあ、はあ、多いね。まあ、はあ、する前にお金使いに来なさい。おいおいおい、やめて。私これ、なになに、いや、千葉ちゃんとか美智子さんが書いてる可能性あるから。あ、違う。おい、血が見てるか。美智子さん待ってますよ。ね、30過ぎたゆいさん、マリコに聞きたいこととかあったら、皆さんどしどし、コメントください。やばいやばい、いつもね、若いキャバ嬢の子たちにもね、今日の、ファッションのコーディネートはどういうことこだわったんですかみたいなのとかね、どこのブランドですかって聞くんですけど、どう今日はちょっと女の子を意識してみましたね、やっぱり。今だけで、見た目だけね、見た目だけ。背景と被っちゃった。大丈夫大丈夫。ちょっと言っといて、ピンク NG ですよっていう。緑だと思ってた。そうそう、なんかね、変わるんだよね、なんか、そこら辺の人。春だから、春だから。春だからね。あ、ナミさん、今日すいません、来れなくなっちゃったんですよ、すいません。メイさんは自分とイチャイチャパラダイスですか。どういうこと、イチャイチャしたい、イチャイチャしたいよ。どういうこと、どういうこと、ね、彼氏はいるんですか。あ、彼氏、彼氏、彼氏しかいないですよね。彼氏しかいないですよね。世の男は全員彼氏。あ、さっきそう一緒に飲んでて、ユイさんが来るまでの私とマリコの会話も、なんかマンリコって言う、ね、最近イケメンいるどうみたいな。常に探してるよね。常にイケメンを探している。ゆい姫、どういうのがイケメンなの。あんまでも名前出していけないね。好きな芸能人、めっちゃのタイプわかる。大体好きな芸能人、好きな芸能人、芸能人は錦戸亮とか。あー、攻めるね、攻めるね。あとラストシンデレラの時の三浦春馬。で、おばさんが、わかるわかる、あれね、もうおば、ね、それ自分に重ねちゃうところや、このままなんかあったらいいなみたいなさ。めっちゃわかる、めっちゃわかる。ゆい受ける。ゆいやばい、ゆいやばい、ゆいやばい。ゆいさんあんまりこういうの出ない。てか、まさか出てくれると思わなくてびっくり。初めてです。え、でも私、ゆいさんの多分ガチな昔の彼氏、あー、出てこいや、出てこいしてるんですけど、多分そのうちの一人は多分見てると思うんですけど。あー、来いよ来いよ。でも言ってた、なんかあのボロボロ言われそうみたいな。あー、ボロクソ言うね。だからみんな知ってる、ちょ、昔ボロクソしたから。でもその人結構なんか、お金もあるし、結構かかる、まあ、2人ともお金はね、そこみたいな。私、ゆいさんから直接じゃなくて周りから聞いて、そこみたいな。みんな知ってる。なんかすごいの行くじゃないですか、やっぱ。え、なに、ゆいさん、いや、やっぱお金も持ってるし、かっこいいしみたいな。え、かっこよくはない、かっこいいかわかんないけど、私もてか、なんかタイプじゃないけど、でも多分万人受けするかっこいいっていうか、爽やかみたいな。あー、そう。で、そのうちの一人が、やっぱいろんなことを付き合ってきた中で、ゆいちゃんが一番可愛かったって。私その人の彼女も知ってるんですけど、最近のとか、あ、そうなんだ。そうだけど、それも可愛いんですよ。でもやっぱゆいちゃんが一番。もう飲んじゃって。いや、35歳でこのクオリティやばいでしょ。あ、まだ34、まだ34だよ。え、大先輩。
輩にイエイだって。えこれ絶対え大先輩にイエイ。違う違う。名前名前。やばいやばい。ちょっと待ってはい今日ちょっと。あんまり言っちゃえ。ちょっと待って。何何何何。やめてもやめても。でしょね爆弾発言ね。爆弾発言ちょっとやめてまだ34だから。ねキャバ嬢の本音を徹底調査だね。飲めよ飲めよ。マジ可愛いババアだね。ありがとうございます。三人兄弟江戸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 。なんでなんでこれなんかすごい身内身内絶対身内ですこれ。やだもう決して見ないで。いける大先輩に分かってないかこれみちこさんじゃないの。あみちこさんみちこさんじゃないの。みちこさん早く来てなんですけど早く来てなんですけどやばいねでもみんなハーハー好きなんだ。あみちこですみちこみちこみちこ見てるみちこさん大至急大至急まだ15分しか経ってないからねみちこさん早く。あまだ15分なんだ。そうですそうです。みちこはみちこさんマジで出なくてよかった。みちこさん誘ってたんですよ。明日後悔する気がしてきたもん。ジェイクっていうみちこじゃない人がいて有名なお店のオーナーさんで歌舞伎町の有名人ね。それまたもキャバ嬢の頃にブイブイ言わせてた方ですごいね。じゃあね、あのもうなんかあんまり怖いものないと思うんですよ、うん、お二人はなんかキャバ嬢としてあまあもうねキャバ嬢じゃないし、うん、オーナーしててねゆいさんももう34ですし、うん、そんなに今更なんかないでしょ多分なんか何あの何あの好感度みたいな好感度気にしたことない好感度上げたいなみたいなもはやないでしょないでしょ、うん、嫌われてる方がまだ楽だよね。嫌われてる方が楽。嫌われてる方が楽。ああ、マカシ。何何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 多すぎる好きだったのに。誰だろう。本当でもめっちゃみんな見てくれてるんですね。ね。ゆいさんもマリコもすごいあのドンフィンでも超売れっ子なんですけどだったんですけどマリコも辞めてるから。超気違いの間違いじゃない。あそれはねこれ LINE じゃないからそう私をもっといじってやばいやばい多分ねみちこ鍵括弧の人は違うみちこさんじゃないなじゃないじゃないな誰かいじってるね誰みちこさん私をネタにしてみちこさんネタにしてるからいっぱいあるんですけどみちこネタでねあそうそうあじゃあちょっと先にあれだあの、はい、あいいえあのさっき話してて飲んでて話して、うん、最近のキャバ嬢もだし最近って言っても我々世代、うん、うちらくらいからキャバ嬢ちょっとおとなしくなったなみたいな話をしてて、うんうん、ゆいさんあたりの代までって、うん、なんか営業中に皿でも飛ぶしあグラスは投げやすいよさっきもシャンパングラスは投げやすいって言ってシャンパングラス投げやすいってダンスみたいにしてユイさん投げるダメ悪いよ本当にダメ悪いミチコ今日寒くね誰だろうこの人誰ミチコさんのことをめっちゃ知ってる人なのかもしれないミチコのストーカーがいるミチコすごいね今ってすごい、ね、アジアンがぶっ飛んでたイメージあそうなんだアジアンああアジアンですよね確かにえ常にぶっ飛んでますよみたいな、ね、さっきそんな話でユイさんがなんかんねあのちょっと名前は控えますけどあの元キャバ嬢の誰々はもう寿司とか投げてたし先輩のお寿司投げてます誰々は焼肉投げてたしごめんなさい今度謝りに行きますそうキャバ嬢はね人殺さなければいい。そう。ユイさんから名言が。何をしてもいい。破壊したらちゃんとお金払って弁償してもいい。タクシー蹴ったらちゃんと謝るし。みんな見てください。やばい。ミスか。
みつこさんキャリーバッグください。あれ絶対かなちゃんだと思うんだよね。マリンコ、マリンコ、マンリコ、マンリコ、そうそうそう、青木さんがよく呼ぶんだけど、青木さんが、青木さんが、じゃあ青木さん呼んだ方がよかったじゃん。緑の粉飲ますぞって、岡山のマサヨシさん、なになに、こっちに何が飲みに行った岡山のマサヨシさん、マサヨシさん誰誰どこ、緑の粉飲ますぞ。あのね、青木さんがよく青汁って言っていつも緑茶杯の粉みたいなの持ってきて、ね、キャリーバッグあげあげるし、夜はまた気楽。なになになに、すごい、みちこすごい、そう、みちこさんよく登場するんですよ、みちこさん。青汁のおばさんって何、青汁のおばさん、私はただのおばさん。みちこで食べる、みちこさんここいないのにめっちゃ出てだからせんとくんとか見て、せんとくんとかも見てくれてて、のいじってくれるイメージ。なるほどなるほど、せんとさんすごいね。あ、じゃあ質問しますよ、質問します、はい、あの2人は一生分くらい稼いだ方たちだと思いますけど、うん、あのそのね、一生分くらい稼いだのってどういう、うん、営業テクニックのもと、どういう営業でお客さんから、たくさんお金を引っ張ってきたのか、お聞かせいただきたいなと思うんですけど、おーい誰だおばさん言うな、裏引きはしない裏引きはしないけど、裏引きなかったな、ある、裏引きあるなこれでもなんかあれね、もはやもはや恐喝、お店に来た瞬間は、もうお財布を貸してみたいな、へぇ1000円だけ、タクシーだけ残してパーンみたいなパンパーンみたいな感じ、あ、今日はカツアゲですね、すいませんパンパーン、でもよくない、お金使った方がいいよ、うん、死んだら使えないでしょみたいな死ぬまで死ぬ、あ、でも時代が良かったですよね、うちらの。あ、時代が良かった。あんまりね、多分今のキャバクラの女の子とすごい努力してるなって。お客さんはね、もうド M、ド M、ド M。ド M が多いですよ。このピンクはぶっ飛んでるよ。ピンク、ピンク、ピンク。待って、もうピンク、ピンクって呼んで、ピンク。かわいいね、ピンクって、ピンクかわいい、ピンクかわいい。でも今ってさ、うん、SNS がすごい流行ってるから、あなんかそう、この前、うん、あマリコには話したけど、うん、某有名なホストクラブ行って、うん、で、うん、そこでなんか何千万プレイヤーみたいなのとかすごいたくさんいる中で、うんうん、なんかやっぱでも、うん、昔その売れっ子たちが昔の人の方がすごいと思うみたいな話をしてて、今みたいにインスタとかないし、あーホームページとかたくさんあったわけじゃないし、家電、家電、家、携帯まだあるか、携帯もある、携帯ありました、ありました、家電はちょっとめっちゃ昔だったけど、パソコンだったけどあります、私、ガラケー、私いくつなの、どうだね、確かにそうだよ、中3の時に携帯持ったかな、なんかそうなんだよ、でも営業は超苦手、お客さんとか番号いらない、電話苦手です、あ、電話嫌だ、電話嫌だ、電話嫌い、 LINE も嫌い、なんかそっけないですよね、そっけないって言い方があるけど、ゆうさんはさっぱりしてる、うん、LINE がなんか男みたいな感じかな、あの大体2行ぐらいで終わるけどえ、あれやっぱ男の人とかにもああいう感じ、あ、変わんない、変わんない、なんか逆に女の子の方が絵文字入れる、へぇー、男の人は絵文字入れないかも、へぇ、営業頑張るよ、だって営業は頑張ってる、お前金使え、おぉー出た出た出た、金使ったら頑張るよ連絡を取り合う、連絡取んなくてお店来るんですよ、だからゆいさんって、すごいんですよ、お客様、神様彼氏、そうでした誰誰、やばくない、やばい、そうですよ、わかんないんだけど何がそうなの、何がそうなの、えいちゃんと柔らかい手をつないでデートしたい、気持ち悪い、ちょっとキモいな、死ね死ね
エミさんやばいって、そういうのやだ。柔らかいてね。柔らかくねえし、うん、マリコはさ、バースデーでさ、なんかさ、もう店中電飾だった時とかあったじゃん、すごかった時とかあるじゃん、ああいう時さ、どうやってあれに行き着くの？いや、あれは、うん、たまたまっていうか、お客さんがその電飾関係の仕事をしてて、え、何その電飾関係え、でもそれお金かかるわけでしょ？かかんないかかんない、無料でやってくれて、え、誰とか払ってるわけでしょ？いや、わかんないっす、なんか気づいたらキラキラだったっていう、私あんなもう店中がなんか電飾だらけなの、うん、ね、そのね、説はありがとうございましたすごいって思うね、彼氏って誰、うん、ねどういうことだろう、違う、あの人かな、どの人、どの人、マリコの彼氏、いや、マリコの彼氏かな自分で彼氏っていうの嫌だねー、こういうとこで本当じゃあ、彼氏ね、彼氏にするならどんな人がいいのかとか、まあ、ゆいさんね、私もう昔の男2人ほどしてますけど、なぜその人たちだったのかとか、ね、もう5万といろんなお客さん、男の人見てきてる中で、なんでその人だったんだろうっていうのが知りたいです。これからね、ゆいさんやまりこと付き合おうと思って飲みに来る人のために、メンタルが強い人かな。誰強くないと私こういう感じだから。すぐ死ねとか言っちゃうし。さ、その、ゆいさんと昔に付き合ってた人が、ゆいさんは本当に一番今まで会った子の中で可愛いけど、一番酒癖はやばくて、なんか冷蔵庫が吹っ飛んできそうだって。冷蔵庫ってやばくて、冷蔵庫がさ、冷蔵庫って。いや、昔だったらなんか、冷蔵庫が吹っ飛ぶよね、みちこ。みちこに振る。まあ、フィーリング。あ、だから、潰れないからかも。飲んじゃうし、あ、コーリもあって、あ、すいません、飲む飲む、ゆりさん飲む、飲む、シャンパン大好き、素敵、みちこ何やってんの、美容室ね、みちこさん、そう、来てよって言って、いや、もう髪短いんだからもう終わったでしょ、確かに、髪短い、みちお、みちお、みちお、ダメだね、みちこからみちおダメだね、結構フィーリング大事だよね。でも確かに大事ですよね。フィーリングだって、ほぼフィーリングじゃない？え、マリコイケメンばっか。え、違うじゃん。え、そんなことない。違う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 私とマリコ同じ男言ってるんだよね、うん、そうなんですよ、気づいてないからね、でもね、かぶってない、みんな兄弟、みんな兄弟、みんな兄弟で、歌舞伎町あるあるじゃないですか、うん、え、ないですか、あ、でも他の県でもなんかあったよね、なんかあったっけそういうかぶってたやつ、え、もうほんと最近とかでもあるし、確かに確かに、あ、しょうさん、何件もある、マリコ、え、何件もめっちゃやってる人みたいに、知り合いと被るってこと？知り合いと被る、なんか、歌舞伎町に姉妹いたわみたいな、あ、それ話すともうみんな兄弟みたいな、キャバクラに行く人と付き合ってるから、やっぱお客さんとして出会って、そしたらそれで、その人は他のキャバクラにも行ってるし、行くよね、なんかね、やめてほしいわ、ほんと、だから、彼氏にするならキャバクラに行かない人、うん、もうね、ホストですかって、え、ホストもありますよ、付き合ったこと、あるあるある、うん、彼氏はキャバクラですけど、あ、だいたいそうですよ、あ、出会いはね、でももうやだ、もうやだ、もうやだ、でも私ホスト狂いだった時はホスト狂いだった、ホスト狂いだったから、22とか3の時はホストの付き合った、ちばちゃん、ちばちゃんかな、ちばちゃんかな、AV 男優とか、え、絶対嫌だ、うん、あ、でもそうだ、嫌だね、 AV 男優は一番嫌かも、うん、あ、引退してたらあれだけど、アクトって何、アクトって何、アクトって
アクトにいるよ。でもホストじゃない、アクトが。わかんないけど、なんか絵ついてるしさ、エアーとかさ、そっち系じゃない。人じゃなんだ、キャバ嬢は仲良くしてないですか。お金、お金、お金が、お金さ、あ、リオわかるよね、あの芹沢リオ、うん、あ、全然わかんない。芹沢じゃないや、あ、違うよ、え、レビューの水島リオ、あ、水島リオちゃん、水島リオってドンビーとかレビューにいた水島リオって、うん、もうめっちゃ可愛い、可愛い、可愛い、めっちゃ可愛いみたいな子がいて、私もこれ使いたい、うん、あのその子は、うん、カトとか知らねえし、すごいもうでデブな、デブな人の方がいいみたいな、うん、あ、クマさん的なね、いるよね、可愛い子ってさ、変な子好きだよね。可愛い子って変な子。そこみたいな。そう、リオがなんか超イケメンにめっちゃ指名されてても、うん、なんか、うん、いや別にみたいな。でも私イケメンは好きじゃない。あ、うん、イケメンに、イケメンに萌えしできない。イケメンイコールナルシストがさ、男の人でもさ、可愛い子よりはちょっとこう可愛くない子が好きみたいなの気持ちすごいわかる、うん、イケメンすぎると男じゃない、うん、でもなんかじゃイケメンすぎないかもだけど、その過去の大昔の男とかモテるタイプじゃないですか。でもそれは顔じゃなくて、なんかその会話とか、はい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 、なんかもうお金。それはお金ではないな。美咲愛で見ると AV 女が出て、あ、そうそうそう、あ、そうそうそう、検索したら、あの、え、あの、え、あの、まず私青年月日しようから、ほんとに、え、やば、やばくない、あ、羽生くん可愛いね、羽生くんは、羽生くん好き、息子にしたいね、息子、羽生くんでは濡れない、濡れない、え、須田まさみ、あ、須田まさきだ、いいじゃん、ベロベロじゃないですか、これ本当永遠に残るの本当やばいよね。いや、息子になるか、羽生くん可愛い、超可愛い、うん、超いい、ピンクおい、ほら須田まさき、お前なんか、はいはい、しょうがない、入るから来いや、まさきケンタ、うん、山崎健太誰？私もあんま分かんないですね、最近の子、あの、なんだっけさ、最近の野村、とどめの野村周平、あ、野村周平、違う、あの、まだだね、竹内龍馬、龍馬くん、うん、龍馬くんってか、うん、分かんない、ババアすぎて最近の、いや、私もそうなんですよ、いや、じゃあ、キス、みちこさんはニャンコスター知らなかったですか？あ、これで、これで、これあの、自分のところの店長のりょうくんがポスターでニャンコスターやってて、うん、あー、気持ちは、あいつ気持ち悪いの、え、気持ち悪い、え、誰だったか、りょうはあれ、キモ、りょうはキモ、りょうキモ、みちこ、りょうキモい、あれ、あ、みちこ見てるか、なんて見たしいな、おい、おい、こら、あれやねディスるならもっとディスれ、28歳、じゃあ、でも、じゃあ年齢間違って28歳、いや、そう、2人の宣材写真探そうと思って、出ない、出なくて、私もググったけど出なかった、ね、全部消されるの、あ、なんか昔はさ、あったじゃん、うん、今なんか全部消されるよね、そう、消されますね、で、ゆいさんはなんだ、ないんだもん、その AV 女優が出てくるし、出てくる、うん、マリコはやっぱ、まあ、私も叩かれてるけど、うん、ホスラブが出てくる、ね、叩かれたなぁね、いや、なんか結構前にマリコ出てもらった時は、なんかマリコのドンフィンのみやびちゃんのスレッドがあって、うんうんうん、で、それ多分もうないのかな、あ、でも、あ、ない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 、田中マリコで検索したのどっちだろう、だからなくて、うん、で、今度は今あるのはなんか三遊亭名の入れ知恵でぼったくり始めたって叩かれてる、あじゃあ私も明日からぼったくりまーす、待って待って、ぼったくってないですから、うちら、いや、ほんとぼったくってないですよ、ホスラブでよく見るわって、絶対見ない見ない、絶対見ないですよ、だって全然やめろ、え、はい、やめろ、そのスレッドの一番最後が、うん、なんか三遊亭名のインスタに出てくる、うん、大野美智子って何者なのが最後でもうずっと止まってるんですよ、美智子さんです、美智子さん、あ、ミチコこそぼったくり、ミチコこそぼったくり、明日謝ろう、いや、でも、うちらも
この前、うん、あの配信しながら配信アプリで配信しながら、うん、みちこさんの店ぼったくりだっつって、そうミチコの店はブーブーロゼ7万きついわって、ブーブーとか安いからやめろって、ちょっと待って乱れる人生って知らん、 C はないけど多分 C はある、 C は行きます。誰だタンクトップ粗末にするやつは、タンクトップを大切にできねえやつは姫を大切にできねえ、初心に戻ってやり直せ。可愛い子がいて、あこの子可愛いって言ってて、うん、次違う男の子になったんですよ。でその瞬間にマリコが見て、えこれとか言って、いや違う違うってこの子じゃないって言って、ホストのねめっちゃちっ、ね、そうあの笑ってました。すごい可愛い子がいた。ガチに人いるの知らなかった。二人いらっしゃいます。あのあのカメラ寄せてくれたりとか、あそうなの、はい、可愛い可愛く撮ってマジで。ちゃんとしてちゃんとしてお前かな、お前かな、お前かな、メイさん顔かい、ちょっとやっぱ酔っ払ってますよね、うん、メイちゃんちょっと顔かな、ねえ、うん、そう、もう飲んできちゃって、タンクトップ男何、私タンクトップは着ないよ、タンクトップ男、あ、スタッフ、あ、スタッフいる、スタッフいる、ババアとタナカンはお酒飲まない、超飲んでますよ、超飲んでるスタッフを責めるな、とりあえずグイだな、とりあえずグイ、イエイ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 、タンクトップはもう、うん、いや私まだあのタンクトップはもう生まれた時から着ないし、うん、あ着ないですね、タンクトップめっちゃでも美味しいねこのシャンプー、あ美味しい、えでしょ、美味しい、これです、うん、これ本当に誰かが私は煽ってるんだけどね、誰かすごいよ、ピンクマンバリ、いやいやバリアンいけるいけるいける、バリアンとか安いホテル行かねえよ、わかる、おえ逆にどこ行くんすか逆に、逆だって言わずな、ラブホとかそういう系大嫌い、バリアンでも結構癒されません、私好きっすよバリアンにそんなよく行くの、一人で一人でってバリアンで癒されないけど、うん、変な男とバリアンにいてセックスはしたくない、あセックス言いました、あパークハイアット、アーティー、あの全然あのあ NG は嫌いじゃない嫌いじゃない田中バリアン、あ、父はめ、父はめで、父はめ出る、よく知ってる、おっぱい大きいんですか、え、今さらし巻いてる今日ゆりさん、私ずっと思ってたけど父が大きい時とあんまりない時の差がわおわおってなんかもう、フレアバランスが大事だよ、そうだよね、ピンクって呼ぶなよ怒るよ、そろそろそれだからカメラ、カメラ、シャンパングラス撮る、ね、初のね、カメラ終わりちゃうみたいな、早く来いや、さっき呼べって言って、あ来いや来いや来いやそんな可愛い声で言われても映画館とかで触られるの、出て来いや、出て来いや、ヒアルロン酸疑惑、あ、おっぱい、あ、嘘、本当にじゃあお金ちょうだいえ、てか、あの、まあえぶっこんじゃいますけど、でも二人ともいじってないですよ、あ、いじってないです、まだ、ね、でもそろそろいじります、お風呂は取りましたよ、コメントもピンクってほんとずっと可愛いピンクうるせえ、ピンクうるせえよ、そろそろ桃色って言え
桃色って言いなさい。あ、そう、整形です。何をいじるのって。え、全部。なんかもう今あの結構もうね、なんか軽くこう ね、うん、整形する感じだけど。え、だってみんなやってるじゃん。昔から変わってないの。でもね、ホスラブとかではね、めっちゃ言われてる、うん、整形崩れてきたみたいな。なんか鼻がっていうか顔がボコボコみたいなのを結構気にして。あ、そう。なに、なに、桃色、桃色。あ、まだいいじゃん、全然変わってない、昔からしてるの。まだだよ、うん、変わんない、二人とも変わんない。ちょっとおっぱいは入れてみたいなっていうのはありますね。私もヒアルロン酸打ちたいね、おっぱいね。あと乳首がね、ピンクになる入れ墨みたいなのが。そう、茶気味だから私。私もでちょっと文字入れる、お前こら本気にしすぎなんですけど。おいこらだ、マニュー系ってる。マニュー系ちゃう。だからすぐお客さんの喧嘩、首のすぐらいからすぐお客さんの喧嘩になるもん。うん、そう、酔っちゃった、酔っちゃった、酔っちゃった。バリアンには行かないと。バリアンは好きじゃない。パークハヤトだったら OK。 でもホテルが嫌だ、家で良くない。おー、あー確かに、うん、ミーチーコミーチーコ。何で CHI じゃないのね、ミティコみたいな。ミティコ、ミティコ、ミティコ、ミティコ。でも逆になんかずっと媒体出てなかったから、うん、なんかそう、あ、知ってる人見てるんだって感じする、ね、あ、ミティコ、ミティコ、あ、ミティコ。あ、なんか、ちょっと、なんか、あの、いじりじゃなく、なんか質問あったらね、お願いします。キャバ嬢の本音を徹底調査。あ、確かに、うん、あ、じゃあ何、じゃあ、枕営業は、あ、これ系が一番、なんか、うん、あの、まあ、反応良くなるんですよ、見てる人の。でも枕は、して、なんか、何度もしようかなって考えたことあるけど、うん、実践は難しいなんで。なんかさ、例えばさ、さ今日のだけ初めてニコ生さん、うんうん、だけど、ニコ生ってなんだって感じだし、なんか、これ出るの出ないの、残るから出る。一生残るから。出るの出ないのみたいな。え、時給いくらですか。え、いくらくれます。え、でも私よく外でキャッチされて、なんかスカートっていうか、その時給いくら欲しいですかって言われて、え、2万円とか普通に言う。まあ、2万円もらってそうですよね。じゃあもうそれ、だからさ、なんかさ、いや別にじゃあくれなくていいけど、うん、タクシー代もらって、じゃあ時給がないからタクシー代くださいって言って帰る、うん、タクシー代くださいって今そんな、もうスカウトいいから、もう時給がないからタクシー代ちょうだいみたいな、うん、え、カツアゲ。やっぱりカツアゲ。カツアゲ。あ、売り上げか、売り上げとかもありますもんね。あ、そうだよ。え、時給じゃなくて月給がいいと思う。時給なんか別に関係なくない。え、ホストは初回枕してるの。初回枕はそんなしないと思います。それはクズだと思う。え、そういうのはクズだと思います。うん、え、初回枕されたいんだけど。聞いたことない。ねえ、わかる。え、されたことない。されたことない、されたことない。あんま行かないけど。あんま行かないけど。昔は行ったけど、されたことない。あ、ほら、いいカモさんがいるよ。え、ないない。ユキさんから肩上げされた。お実給プラスお酒の金額なの。なんかみんなそれぞれの、うん、それぞれの、契約だけど、でもなんか、やっぱすごく思うのは、女の子って私も含めて数字弱いから、うん、なんかお店の細かいシステムをよくわからないで、私時給いくらみたいな、うん、その時給で自分を測るみたいな子たちが多いなって。だから賢い子たちは、うん、たまにいる賢い子たちはちょっとなんか下げた時給くらいとかで、まあ、言えないですよとか言いながらの、うん、なんかまあ、って言ってもね、そういうできる子たちって、まあ、1万円以上とかもらってますけど、時給で、うん、で、その分バックオークしてだったりとか、具合の部分だったりとか、
ちょっとアホな子たちはもう私1万5千2万円とか言いながらでも売り上げ作れないからクソ罰金めっちゃ取られてるみたいな。だから一番いいのがなんかその罰金とかなしでなんか自由にやってなんか何万円とかいいんじゃないみたいな。私は時給20円え私が養ってあげるよっていうか誰イケメンって歩いてねえよ。イケメンって思い出さん見たイケメンと歩いてたバック、いいのあバックイケメンといいねいいねいいな歩きたい。だからあのそういう細かいことは気にせずにお客さんはちゃんとお金を使えばいいって感じがする。そういうの、ね、細かいこと気にせずに使ったらいい。細かいこと気にしすぎ日本人は。バッキンバッキンね最高でも私1週間で昔プラーゲーいたんだけど、うん、本当に1週間で、うん、なんか無血1日8万だったのね。でそれを3日とかしたら1週間で35万とかだった。やばい。だからムカつきすぎてやめたやばー。センチュリオンふざけんなみたいやめてやめてやめて見てる見てる会長ごめんね会長ごめんね会長ごめんね会長ごめん会長の仲良しかもしれない。会長ごめんねでも罰金払ったから罰金払ったしで35万の罰金35万ちょっと高いよ私。やばいすみません。じゃあCM やばいやばい。彼はホストがしたいと言っております。絶対この時点でそんなこと言ってないでしょ。お出来をしてお勝利だ。彼は本気らしいです。よし頑張ろう。ここ頑張ります。マスミン、お金持ってこいよ。プライで行かなくていいから。トゥナイト3、後で来て皆さん。よし、OK。トゥナイトで飲みます、これから終わったら。888って何？パチ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 。あ、行くわ、だって。え、早く来た、今すぐ今すぐだね。今すぐだよ。金持って集合。集合、そう、お金大事、お金大事。あ、イケメンっていうか福沢諭吉が大好きです。罰金8万じゃない、さっき30何万って言ってました。1日多分無血が8万。あ、無血8万で。そう、だ1週間プラディアって昔1週間の給料だったから。へぇ、そう、福沢諭吉はし、うんうん、そう、しもうだよ。だから諭吉みたいな。今から岡山からもうザコなくていいから送金してください。いるよ。でもあるあるですよね、キャバ嬢あるあるですよね。あのそうだよね、直接ね、あの、うん、振り込んでもらってる系。そうそう、ピョンちゃん、ピョンちゃん韓国ですね。韓国オリンピックもうどうでもいいし今日来れなきゃ嫌だって。今日来なかったらもういいんだ。今日は今日しかないんだよ。うん、雑巾待ってたな。いやもう待てない。みちこさんだったりして。あ、みちこ、みちこね、多分あれ使わない。あー、そっかそっか。みちこすぐ分かる。もう一回来てるよ、ゆいちゃんとやわらかい手をつないでデートしたり。いやなんかストッカーみたいな。あ、てかまさよしさん分かった。私まさよしさん多分このあのそうだ、あのニコ生見てこの前飲み来てくださった方だ。あ、そうなの。そう、すいません、二つ目くらい。言ってたけど、マサヨシさん今日も飲みましょう。マサヨシさん、超いい人だった。
だった。でも多分有名人が好き。あ、バレたかな。マサヨシさん。マサヨシさん、すごいいい人だった。でも私これ、ね、変な、ストーカーされてる気はしないけど、変なお客さん多い。変なお客さん多い。どんな大丈夫ですか？メンタルが強め。メンタル強すぎだよね。例えば。例えば。ダメです、ここは。あ、例えば。やばい。これはちょっと言わない方がいい。言わない方がいい。そんな。気のせい。ちょっと一応。じゃあ過去の変な人とか。じゃあ過去の変な人。過去の変な人。でも変なお客さんしかいないかも。変っていうか、でも私を指名するってことは多分変だと思う。営業もされずに来るでしょ。で、来たら来たで、わけわかんなく酔ってるし、クズ。以上、以上。何、グレーな人何？1日2回タワーする客が、それは変な人じゃない。あ、でもそれはいいお客さん。1日2回、いや、2回じゃなく3回行けばいいんじゃないみたいな。気になるゆいさんの変な人。でも私、あ、でも変わってる人多いかもしれないですね。やっぱね、普通のお客さんはいないかも。うん、で、大金何落としてくれるんでしょ。大金、大金、でもなんか、1回に1000万と1年で1000万って変わらないじゃん。はいはい。そういうのはさ、だから1回は別にそんな高くないのかも。うん、かそれってなんか続かないじゃん。うん、だから煽らないし。煽んないんですね。あ、でも私煽んのかも。でも煽んないから35までキャバ嬢できた気がする。やっぱりせいせいせい。普通年収8000、どういうことだっけ。なになに、年収8000円、8000万円じゃない。8000万。でも年収関係ないよ、お金使うと儲かちでしょ。よく使われるタイプ。年収とか知らねえよ。世の中金じゃねえよ。なんか、あ、世の中金だけじゃないよね。うん、モテそう。あ、世の中でも仕事上ね、金払ってくれた方が。そうですね。でも世の中金じゃないけど、金がなきゃ生きていけない。うん、お金がなきゃ酸化も飲めませんよ。世の中愛だよ。だって1000万出てきます。キャバクラに愛は、キャバクラに愛ねえよ。あ、そう、この前さ、その私17ライブっていうの最近やってて、で、マリコで出てもらったりとか、最近なんかみちこさんも見てくれたりとかなんですけど、なんかそこの中でなんか最近あのコメントくれたりする某有名キャバ嬢のお客さんがあの見に来てくれてのコメントしてくれたりで、で、なんかシャンパンをなんか煽られて、でもシャンパン好きじゃないから、シャンパン好きじゃないんだよねっていうとケチってるみたいに言われるみたいな。じゃあコーラをどう思いますかって。コーラを1杯1本10万円で入れればいいと思います。コーラを1本10万円で入れたらいいと思います。いいと思います。えー、そうで、私もそれで、あ、でもじゃあワインとかね、なんか別のお酒入れたらいいんじゃないですかって、それがなんかお金がないとしたらないって正直に言った方がいいと思うし、あ、そうそのぐらいね、なんか、できる範囲でなんか頑張ってくれたなとかだとすごい嬉しいなって思うし、うん、あるアピールからの、でもシャンパン好きじゃないしとかだとうざいなって思うし、うざい、うざい、うざい、一瞬でうざい、お金もったいない。お金もったいない。未成年に見えるって、ゆいさん、本当にロリコンだな。小指立ってるよ、誰誰、小指立ってる、私。私あ、ありがとう、ごめん。みーちゃん、お金がない太っちょだが、お店では愛してもらえますか。愛せない。お金は大事だよ。お金なくても、でも来るだけの、だってキャバクラに来るだけのお金があるって、うん、お金なくはないと思う。お金持ちですよね。じゃあお前はブスなババア愛せんのかって感じ。なるほどね、なるほどね。なんかさ、臭いおばさんにチューできますかみたいな、私の若者に聞いて、できるわけないじゃん。それじゃあ、なんかさ、若い二十歳の子にさ、臭いおじとチューできますか。じゃあお金使ってたらギリギリできますって、そんな予感が。現実を皆さん、現実を。いや、でもチューまでしないじゃないですか。でもさ、チューしないよ。
みちこいいよね。お前はみちこじゃない。でもなんか、いや普通に考えてそうじゃん。なんかその、うん、変なクソババアにさ、二十歳の男がさ、チューとか、もうお金もらわなきゃしなくない？イコールで、女の子だって変なね、デブで臭かったらお金もらわなきゃチューしない。もうお金でも確かに、もう超イケメンホストの子が、なんか40くらいの人に最低料金で、うんうん、ギリチューしたとしてもやらないと思う。やらないね、うんうんうん、やらない。精子と子宮は大事だよ。え、精子と子宮は大事。男は精子が大事、女は子宮が大事。ちょっと待って、大事大事。諭吉と同じくらい大事。諭吉と同じくらい大事。下じゃ大人の会話だから、大人の会話。え、やっと思い出して、もうやめて。あ、松屋さん、あ、松屋さん、松屋さん、今から今から送金、あ、またよろしくお願いします。今から送金。え、松屋さん今度いらしたら、のマリコのお店とあとゆいさんのところでドンフィン一緒に行きましょう。来て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 、待ってる。アラサーの名言。あ、でもさっきも、うん、あったよね、一緒に飲んでる時にさ、うん、ゆいさんが言ってた、あの嫌い、なんか人生短いから嫌いなやつと関わってる時間が無駄だって言ってた言ってた言ってた。抜くならお金送金して、勝手に抜くなしみたいな。勝手に抜くなし。我慢しなさい、我慢。いやでもほんとそうだよ、やっぱりみんなそうだよ。人生短いよ絶対。うん、人生ね、人生短い、人生嫌いなやつと関わってる時間が無駄だし、ほとんど寝てるし、ね、北朝鮮、あ、喜び、もう1分前なんだ、やばい、早い早い早いな。今日さ、ね、質問もさ、全然ないし、質問されてるしさ、普通に飲み会みたいなじゃん。フリートークでなんか1時間みたいな。10代の主演みたいな。お前、この間ドンフィンのお金使った、お前、ね、桃色面白いレギュラーって、そう、ゆうたまたお願いします。お前金使えよ。レギュラーだって金使え。やば、あ、30秒前。田中あんまり喋ってない、ごめんなさい、ごめんなさい、酔ってないんです、すいません。お知らせとかない、大丈夫、お知らせ、トナイト3で一緒に飲んでます、これから飲んでます。お金、ね、お金持ってる人だけです。お金がある人だけ。何やったんだ、飲みてた中で、ね、よろしくお願いします。ネギラーなって言って、ゆうちゃんもネギラーなって、ありがとうございます。バイバーイ、バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。歌舞伎町にいる皆さん、こんにちは、ゆってだー。アンタッチャブル柴田です。よろしくお願いします。なんで僕が言うの。サントリーフレッシュ内のナイトチューブチャンネルにて毎月第4金曜日放送、ネオンからスライデー。じゃあ番組が盛り上がるための一発芸、よろしくお願いします。どんなに叩いてみたって何にも起こらない、イエーイ。